今朝ごはんの時間でペレットをさっき30分ほど前にあげたんですが、もぎちゃんが食べてくれません。ちょっと動きものそっとしててぼんやりしているようです。ちょっともしかしたらペレットが嫌なのかもしれないので、以前買っておいたペレットをあげてみようと思います。こちらが先日買った新しいペレットで、めぐみというペレットになります。 300g 入っていて、チャムさんで購入したんですが977円でした。成分は比較的デグーセレクションに似ていて、グラムあたりの値段もデグーセレクションに近くなっているとは思います。いつも与えてるのはデグーセレクションプロになるので、それに比べてはグルテンフリーではないんですけど、比較的切り替えやすいペレットなのかなと思って選びました。これを開けてむぎちゃんにあげてみたいと思います。ちょうどむぎちゃんがケージの外に出てきています。食べる気があるんでしょうかね。こんな感じのカリカリでした。ちょっとデグセレクション系よりは細長い感じがします。これを何本か揚げてみたいと思います。でこんな風にジップロックがついているので、そのまま止めることができます。むぎちゃん、ちょっとね、これいらんの？これは？むぎちゃん、これをいらんね、なんでいらんの？じゃあこれ新しいペレットだよ。むぎちゃん、これは？これ食べる？食べてみる。はい、食べた。食べる。ああ、食べるね、もういった。飽きてたのかな、ペレット。ねえ。飽きてたんですか？それなら食べるの。ペレット変えておこうか。ね。じゃあひなな食べるのね。結局めぐみなら食べてくれたので、これをちょっと回収して、あ、ちょっとよいしょ、なんか多いね。軽いからかな。むぎちゃん、これは？これ。ふわふわしてるね。むぎちゃん、これは？これ。これは？何食べる？塩、もう口で加えてくれるだけでも、こちらの方が。食べたいと思ってくれてるようなのでよかったです。ペレットを変えるときはちょっとずつ変えた方がいいっていうのもあるみたいなんですけど、まあ、様子を見ながらまた今後混ぜてあげていきたいと思います。
すんだ。そして、しっぽ。なんかどこか体が悪いとかじゃなければいい。暖かくなってきてもいるので、温度にも気をつけてあげたいと思います。うん、ダメですね。うん、オッケーオッケー、よし、オッケー。